ちょっと次はタイツ部門の前半に行こうかなと思います。はい、タイツ部門はですね、今までちょっと見方が変わります。はい、2つの作品見てもらって投票っていうのは変わりませんけども、はい、まずですね、一体ポコさんが何になっているのか、何をやっているのかなんていうのを予想していただきつつ見ていただいて、途中で答えが出るみたいな形になりますので。なるほど。さあ、それではタイツ部門の方に移ります。タイツ部門、まずは A の作品です。どうぞ。さあ、見てください。まずね、回転台がね、まずね、そうなんですよ、安定の安定、安と言われてます。あ、なんかでも、すごい綺麗な色で、あ、ちょっと回ってますね、ぐるっとね。もう一周ね、見てもらいましょう。このだから体勢自体もやっぱりね、なかなかこう普通にこの体勢取れないと思うんですよ。そうですよ、ね、ポコさんの体の身体能力の素晴らしさ、ね、そうですね、そこも光ってますね。はい、湧きましたね。オレンジですよね、薄めですけど、はいはい、オレンジでこの形がおそらく絶対意味があって、何かっていうことですか、はい、これが何かなんですけど、答えも出ると思います。表情、あ、コンペイトーですねこのトゲトゲの感じね。あ、コンペイトーや、優しいコンペイトーのこの角ね。そうです、丸いんですよね、端っこね。丸いの、丸い、はい、このね、タイツの中の表情ね、これもね、甘い顔してるのかな。そういうことか、表情までも使うんですね。むずいんですよ、これコンペイトーね。なるほど、はい、わ、割とこうストレートな、ね、作品でございます。いやいや、なるほど、素晴らしいですね、やっぱり。いや、コンペイトーは本当にね、作るの本当に大変らしいですからね、うん、あの感じでね。そうなんですか。さあ、それでは、はい、コンペイトーに対しますタイツ部門 B の作品です、うん、どうぞ。ちょっと色合い的に言うと、あ、肌色のああいうのを着てる場合は、はい、その部分を見ない場合もあったりするんですけども、あ、でもそれも踏まえてなのかな。この黒の、え、難しい、この形とってことだと思いますけども、これですね、このひげとかそんなレベルじゃないですか。かもしれないですね。だからこの体を顔と見立てているっていうパターン。あ、で、あ、フランシスコ・ザビエルですわ。あ、なるほど、なるほど。だからザビエルはね、こう頭が上げてて、はい、そういうことですね。うわ、ザビエルだわ。みんなが落書きした。そうですね、はい、わあ、もしかしたら考えて当てられたのかな。ね、うわ、これ僕まだ脳が追いついてないところありますけど、はい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 、上の部分が頭皮だったっていう、そういうことですね。で、髪の毛あって顔ってことですよ、あれが。だからね、そういうことですね、はい、体全体がね。はあ、さあ、ということでございます。よかったと思う方、どちらかに投票お願いします。なるほど、どちらになったのか迷っている方も投票お願いします。はい、参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。おー、コンペイトー、ザビエル。ちょっとせっかく広告入れてくれたのに、すいません、はい、ザビエルさん。確かに、まあまあしょうがない、これはね、うん、まあそうですね。でもね、たくさん話題になったんで喜んでんじゃないですか。確かに、確かに、うん、これはでもすごいですよ、コンペイト 85.7 ね、本当ですね、思ったよりぐっと伸びましたけどね。いや、そのやっぱ皆さん見えてるということですよ ね。あの可愛らしいコンペイトーが改めてもう一回見れると思います、ね。うん、あ、確かに、そうですね、うん、はい。